皆さんこんにちは、ふめくりひめくりです。バッハのフランス組曲を1番2番と弾いてきましたが、今日は3番を弾いてみたいと思います。で、1番2番の時と同じく、ベルサイユピッチと言われている、アーが392ぐらいのところになる、まあ言い換えればこう全音低く移調して弾くというのをやってみようと思います。まあなんでそんなことすんのっていうのがあるかと思うんですけれども、まあ一つは、単に胃腸弾きの練習をしようということですけれども、まあもう一つはいわゆる絶対音っていうのがありますね。その「あ」が、まあ現代だと440近辺っていうのが、まあそのユニバーサルなモダンのピッチとされていますけれども、まあ僕それでどうしても聞いちゃうんですよね、その絶対音っていうやつで。だけどそのバッハとか、あるいはまあモーツァルトぐらいの、時代の音楽とかでも、その最近割とその当時の楽器ピリオド楽器っていうもので当時のピッチで弾こうっていう演奏が増えてきましたけれども、そのピッチがこう半音とかちょっとこう低くなってると、絶対音に慣れている耳にはこう半音下の調とかに聞こえちゃうんですよね。で、それは、楽譜を見ながら聞いたりすると、時として非常にこうストレスフルだったりするんです。なんか耳に聞こえてくる調と楽譜の調が違うっていうのは、なんかすごく、変な感覚になって、その絶対音っていうのがなんか時として邪魔なんですよね。で、それをちょっとこう揺らがせたいなというか、そのピッチで聞けるようになれればいいなと思うんで、まあ、その試みとして自分でこうそっち側に低い調で弾いてみたら、この元の楽譜がそのピッチで聞こえてきたりしないかなという、まあわけのわかんない試みですけれども、まあちょっとそれでやってみようと思います。じゃあ、フランス軍曲3番いってみたいと思います。